マソンチャンネル始まるよ。おはようございます。今日は4月1日から営業を再開した広島県民の森に来ています。福田さんにお話を伺いたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。テイクアウトを新たに始めたので、サンドイッチだったり、もちろん登山弁当もありますし、料理長自慢の唐揚げだったり、もちろん火葉を使ったお弁当なんかもありますので、そういうのをこう山に登る方は山頂の上で、山頂で食べてもらったりとか、キャンプの方はお手軽にそういうものを買ってもらったらできるかなと思います。またドライブの際に寄ってもらって、はい、そういうの美味しいものを食べて楽しんでもらえたらと思います。県民の森に惚れ込んで、はい、こっちに移住していただいたということで、はい、はい、西条の方とても喜ばれていると思うんですが、ありがとうございます。はい、県民の森の一番の魅力などを教えていただけたら。そうですね、一番はやっぱこの大自然、やっぱ綺麗なので、うん、働いていて自分が一番楽しいし、ここに来て笑顔になってるお客さんとやっぱ話すのも楽しいので、もう小原に来てよかったなと、西条に来てよかったなと思ってます。同じような気持ちでここを好きになって働いてくれる人が来て、この県民の森のある西条町がもっと賑わっていったらいいなと、で小原全体がまた盛り上がってくれたらいいなと思ってます。じゃあ最後に、はい、この度行っているクラウドファンディングの、はい、告知というか内容を教えていただけたらと思います。はい、今回クラウドファンディングをした目的っていうのがですね、この県民の森をですね、たくさんの人に知っていただいて、でもちろん昔からここの場所を好きだと言ってくれる人にもっと快適で居心地のいい空間を提供したいなと思って、その空間を皆さんと一緒に作ることができたらなと思い始めました。今回のクラウドファンディングのリターン品には、料理長が作る美味しいお食事券だったり、今回からもちろんキャンプをもっと頑張っていこうかなと思うので、お客さんの名前を入れた、ロゴも入ったメスティンとかもありますので、皆さんと一緒に、作るクラウドファンディングができたらいいなと思います。よろしくお願いします。リターンの中にはお気に入りのスタッフを独り占めみたいな、なんかすごいセレブリティな、はい、VIP の内容のリターンもありますよね。はい、はい、あれはもう一日つきっきりで、もうつきっきりで、はい、もうお客様に、もう支援してくれた方に合わせた、はい、もう特別なプランでおもてなしをさせてもらおうと思ってます。なので山を一緒に登って案内してほしいって方には、スタッフが
一緒についてあのお花の説明とか景色の説明なんかをしながら行ったりとか、例えばここからやっぱり島根県とかも近いので温泉に行きたいっていう方にはこう例えば一緒に行って美味しいご飯の場所をおすすめさせてもらったりとか、お客様支援者の方に合わせたプランを考えてますので、よかったらよろしくお願いします。面白い企画ですよね、はい、すごくあの魅力的なスタッフさんがたくさんいらっしゃると思いますので、はい、はい、皆さんもぜひちょっとチェックしていただきたいですね。はい、よろしくお願いします。はい、また見てねー。